小さく生まれて、もう病気ばっかりしていたので、この子は大人になるまで生きていけるのかなって思ったこともあったんですけれど、成人式を迎えられるようになって、これからは安心だなって思いました。すごく安心して成人式が自分の時に迎えられたので、やはり娘にもこう安心して成人式を迎えてほしいっていう気持ちもありましたし、あとはすごく種類も豊富なのはもう私がよく知っていたので、そこから好きなものを選ばせてあげたかったっていうのが一番です。母と同じ貸衣装屋さんで晴れ着を借りて成人式をできたことはすごく嬉しかったです。嬉しいですね。自分が借りたところでまた娘がっていうのはすごく嬉しいです。もう悩みすぎて10着ぐらい試着させていただいたんですけど、悩んで本当に写真をいっぱい撮りまくって時間を取っていただいたんですけど、全くスタッフの方が嫌な顔せず、悩みますよねっていうふうにすごく親身になって一緒に選んでくださったのがすごく印象的です。20年前に来た時よりもすごく丁寧な感じだったので、こんなに丁寧だったかなって思うぐらいです。赤の振袖が着たいっていう風にもうそこは自分の中で決まっていて、実際に行ってみると赤い振袖だけでもちょっと柄が違ったり、その色の発色が違うものがたくさんあって、正直どうやって選んだらいいか分からなかったんですけれども、もう本当に何着着ても嫌な顔を一つせずに、いいんですよって言いながら、これも気になるなって言うと本当にこう当ててくれるんですよね。もう自分の中で最高にいい振り袖だったと思うので、すごく嬉しかったです。最初朝早く家族で着付けの会場に向かって、家族と離れ離れになって一人でそのたくさんいる成人の人と一緒に着付けするっていうのはすごく緊張したんですけれども、スタッフの方がもう行く先々で笑顔で迎えてくださったので、もうすごく安心して今日は自分が主役だなっていうふうに思って、着付けから最後のその会場出るまで過ごせたのがすごく良かったです。成人式の当日はすごく綺麗だねって言います。本当にもう恩が尽きない母に綺麗にしてもらったねって言われた時はすごく嬉しかったですし、これから成人として大人になったのでちゃんと恩返しをしないとなっていうふうに思いました。また例えば娘にまた孫ができて丸章でってなった時に、みんな丸章だよねっていう、やっぱりそういう大事なところの思い出を共有できるっていうのはすごく嬉しい。